夏休み前の最後のホームルーム。僕のクラスはいつも終わるのが遅い。それは多分無駄話の多い担任のせいだ。はい、ということで皆さんね、夏休みの課題が出ておりますのでね、各教科のね担当の先生に多分言われてると思いますが、しっかりと提出期限守ってですね。部活も特にやっていない僕はこのホームルームの後すぐに帰宅する。奇跡的に早く終われば16時30分発の電車で帰ることができる。しかし高確率で乗り遅れ、17時15分発の電車で帰ることが多い。しかし今日は絶対に16時30分の電車で帰らねばならない。勉強しないっていうのは良くないのでね、しっかりと勉強はしてくださいね。遊ぶときは遊ぶ、勉強するときは勉強するということでね、しっかりと音楽を聞いて。しかし夏休み前のホームルームはいつも以上に長話が続く。はい、大丈夫ですか。話の終わりが見えなかった。しっかり分かってんのか。容赦なく動き続ける学校の時計に腹が立った。遊ぶときは遊ぶ、それが学生だ。勉強もしっかりするんだ。分かったか。お前やってなかったらお前どうなるか分かってんのか。16時22分さよならの号令の中駆け出した。最寄り駅までは約15分、走ってギリギリといったところだった。今日なぜ僕がこんなに急いでいるのか。それはおばあちゃんの家に遊びに行くからだ。16時30分の電車で家に帰り、17時5分のバスですぐにおばあちゃんの家に向かう。乗り遅れたらもう後はない。父の都合上日にちをずらすことはできなかった。だから僕は急ぐしかなかった。16時29分電車の入線する音が聞こえた。ドア閉まります、ご注意ください。ちょっと待って、マジ死ぬんだけどね。ちょっと死ぬんだけど、もう無理もう無理。うわ、最悪、めっちゃ髪型崩れた。少し前を走っていた女子たちがギリギリ間に合っている姿を見て半分諦めていた。その時だった。おお、お客様電車乗ります。乗りますか。あ、じゃあもうこのまま行っちゃってください。どうぞどうぞどうぞ。 ありがとうございます。お客様あと一人行きます。はいよ、お気をつけて。神が舞い降りたのだった。はい、もう一度ドア開けます。お兄ちゃん、次からあと10秒吐き込むよ。はい、すいません。はい、足元気をつけてな。いつも当たり前に見えていた駅員さんと車掌さんが神様のように見えました。こうして僕の高校生活最後の夏休みはいいスタートが切れました。